いやー、刹那圭介だよ。ネームエントリー続きから。何しに行きよったわけ。いきなりイベントです。前回のパートを見返してないから全然何のことだから覚えてません。いいか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 。あ、これもしかして四天王の二人目か。まんまとかかったでいか。最弱がやられたからモンスターは逃げ出したって。そんなわけねえか。我が名は四天王に。やっぱりか。名前決めろ。どうしようかな。実はタコ。実はタコ。魔王様の四天王の一人、実はタコでいいか。実はタコでいいかって。実はタコって自分で言うとおけんな。多分魔王様ですらさ、実はタコでいいかって言って、ってなる。魔王たけしですらな。お前、イカじゃない、タコなんで。最弱がやられた後、モンスターがいなくなって、油断しているところを海底引きずり落とす。二中の構えでいいか。その作成名、その名も。なんで俺にそれを決めさせる名前。引きずり込むだろう。実はタコの作戦名、綱引きどっこいにしとこう。綱引きどっこい作戦。綱引きどっこい大作戦いか。完璧。めっちゃ幼稚な名前だ。オラオラ海に落ちるか。ギャー、やる気かいか。でもこんな不安定な遊びじゃ足場じゃ難しいかよ。あ、サイドン強子が水の中に。一命脱落以下。お前もさっさと落ちるか。わあ、一人で戦闘になった。どうなるこれ。負けるときって負けたし。負けてもったやん。いい関係かいかいかいか。タコタコ言ったで今。俺の関係ないところでタコ言うたで。お前どうしてそんなに弱いか。さあさっさと落ちる。こっちでいいか。いいか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 。必殺おっぱっぴー。その技はあれ、今のブロック予想じゃないぞ。いかー、ちょっと痛すぎじゃないか。切り身になっちまうか。これってもしかしてあれじゃない、あれなん、敗北イベントだったんこれ。誰だ、誰これ。な、何よそ見しているか。お前から先に潰してやりか。自覚ないのか。いけ、斜め切りって横に切れるっていかんでしょう。てれれーてれれれれれれれ。誰だお前は。よう待たせたな。まあ失礼しました。まあおかげでいいとこ見せられたけどな。やべ、すいません、ちょっと最近花粉症なもんで。俺が誰だか分かっていないようだな。え、もしかしてブロック吉尾か。お前がブロック吉尾だ。俺の必殺で別れよ。いや、そうやけどさ。あー、こんな顔だったんお前。飲んだくれさんの技を教えるまでは死なれちゃう、困るぜ。で、あいつはどうした。あの女だよ。海の中に引きずられました。どうした。おい、まさか。マジかよ、溺れてるのか。クソ、俺がもっと早く来ていれば。あれ、気を失っているだけのようだ。よかったよかった、サイドン強子いける。よかったよかった。お、よし、このまま傷くすい工場で行くぜ。そうか、傷くすい工場行きよったわ。忘れとった忘れとった。
このパートから見た人に言うと気づく水工場っていうのは確かまあ魔法使いがたくさんおるところみたいな感じかな。城に戻ってもいいが、もしまたイカモドキが現れたら面倒だ。さっきを急ごう。よっしゃー、気づく水工場へレッツゴー。このパートから見た人、ほんと気づく水工場って謎って思うやろうな勘違いするだろうな。ん？どうした？すまん、俺はこっちの地域のことは全然わかんねえ。てんてんてんとうとう大穴、随分と正反対な存在ですね。魔法使いに関係のあるものではあるんだろうな。見ててもしょうがない、さっさと気づく水工場行くぞ。気づく水工場って言うたら魔法使いと全然関係ないイメージあるけどね。それは前の方のパートを見てくれたらわかることなん。なんか飛んでる、追いかけてきてる。なんだこいつ、なんだこいつ、しょっぱだから鳥に好かれちまったどうしてくれるんだお前。いや、ここでは見ない顔だね。僕は料理の魔法使い。料理の魔法使いとかあるんだ。料理の魔法使いさんの名前ね。そうだな、コック赤字丸にしとこう。赤字だぜお前は。コック赤字丸と言うんだ、よろしく魔法を使った料理を研究するためにここにいるんだ。魔法を使った料理だって？気づく水工場って言っておきなきゃなんてこった魔法を使えば誰にも真似できない調味料になるのさ。なるほどね。それより俺らの上におる鳥をどうにかしてくれないか、魔法で。何個？ドアに届かないです。ああそういうこと。なんであんなところにドアつけたんだ。飛行魔法で魔法使いだったらここは入れるんか普通に。クソ、やられた。私は魔法武器にエンチャントさせる研究をする私の名前はエンチャント魔法剣士。すごい名前やな、魔法剣士か。弱体化にしとこうあーこいつエンチャントしてる、弱体化するんじゃないかっていう、エンチャントしたのに逆に弱なるんじゃないかっていう、そういう感覚やな。こいつに頼んで大丈夫かっていう名前です。よく覚えておけ、ジャグ大化だ。いつか有名となるな。悪名じゃないかな悪名じゃないかなそれ評判が悪いって意味で有名になるんじゃないかな。何個の人、十字架作ってそこも中に立っとるぞ。何してるんだこの人は。奇妙な人だ。あ、これも浮いとる戦いやつか。何の意味があるんだよこのドア。本当やで、気になってしょうがない。あ、ここもかよ。あれ、ああ、そうか、魔王城への行き方を調べるんだった。そうだった、そうだった。誰に聞けばいいのか、なんか俺。なんだ、何々しいぞ。俺は、炎の魔法使い。名前は。って、なんでお前ごときにならなきゃいけないんだよ。それを言うたらこっちやって なんでお前ごときに名前つけてあげないかんのや。あ、今回は名前つけんでいいんや。オッケー。匿名のままでおるな。なんか浮いてる。なんか浮いてる。なんか用か。私の名は。浮いてる魔法使い。浮いてる魔法使いね。高所恐怖症にしとこう。あい、お前、空中浮いとって大丈夫なんか。5分ぐらいでもうダメになるタイプなんか。高所恐怖症、風の魔法が使える。高所恐怖症の割にはやったら平然としてられとんな。ポーカーフェイスやな。内心怖いくせに。待てよ、高所恐怖症ってことは、この扉のことも教えてくれんかな。知らんな。知らんのかい。なんで分かったんだ、俺が聞こうとしてることを。そうなんよな。誰に聞けばいいんかわからんし。てか誰が教えてくれるかわからんし。コック知っとる？知らんの？ああ、教えてくれた。魔王城への行き方？魔法使いの先生なら知ってるかもね。先生は高いところにいるよ。あの、こっちの方のお話かな？あ、看板あるんだよ、みたいな。
題名の家ご用の方は何じゃないとこれ何に話しかけて何の名前は鳥かこれ鳥って書いてもこれ使い魔なんだよこの鳥って。そうなんじゃ使い魔なんだ奥さんの使い魔めっちゃ追いかけてきますけど大丈夫なんですか。トリッピーにしとこうありきたりだ。鳥の名前はトリッピー寒トリッピー降りてきたトリッピー降りてきてる。ピヨピヨピヨー、なんううわななんだこりゃ、か体が宙に浮いている。あーここまで来た。うお移動してる。これが魔法、周りくどいですね。あ、サチコ出てきた。なるほど、こういう展開だったんだ。まず先に名乗っておこうか。魔法使いだな。すでにアラサーにしとこう。私はすでにアラサーだ。そうなると思った。そうなると思った。20代に見えて結構アラサーなんですねってそうなると思った。傷薬工場の代表だ。何か用か。すいません、魔法なのになんで傷薬って名前なんですか。もうバリバリ科学っぽいんですけど。あのサイドン教皇たちは魔法城への行き方を知りたいのです。魔法城への行き方か。もったいぶらずに教えてくれよ。教えてもいい。だが一つだけ条件がある。条件ってなんだ。ここに来る途中にとうとう大穴を見たよな。あったあった。はい、そうですけど。どうせ塔か大穴に住む化け物でも倒せってか。たわけ者、そう焦るな。塔は名称試練の塔、その名も試練の塔か。うん、試練の塔掛け算。あ、これ小学2年生の試練じゃないか。掛け算。そして通称魔の大穴、その名も掛け算って聞いたら割り算しかないよね。あ、小学3年生や。割り算。あの穴を落ちることにより魔王城への大陸に、落ちることができる。あ、繋がっとんじゃ。話がわかるじゃねえか。じゃあ早速大穴に行くぞ。サイドン教皇どうした。利口だな。サイドン教皇と刹那圭介と言ったか。なんだよ、言うことがあるならさっさと言えよ。その大穴を通るためには掛け算を制した者がいなくてはワイザーに飲み込まれる。なんかすごいこと言いようけどさ、小学2年生3年生のことや。小学2年生って掛け算と割り算にそんな細かいこと考えていいような要素ないよな。そんな掛け算と割り算そんなこと考えてもいいだろ。単純に覚えればいいけん。掛け算を制した者がいなくて割り算に飲み込まれてたな。何の話しようんじゃ。だったら掛け算にさっさと行こうぜ。3人なら余裕だ。掛け算って1人でやれるようになるもんだろ。1人でできるようになりましょうで学校で習うもんだろ。入ることができるのは1人だけだ。というか1人で頑張れよ掛け算ぐらい。さらに魔法使いとしての才能があるものに限る。ん？じゃあ俺ら3、ああじゃあサイドン教皇しかおらんで。おいには無理そうだな。お前のような話を聞かぬ愚かな者には到底無理だな。サイドン教皇は怒っとる怒っとる怒っとるよブロックよしお。サイドン教皇は、サイドン教皇にはその才能はありますか。君には確かに才能がある。君がその試練を受けるか。はい、サイドン教皇が受けます。よかろう、
ならば掛け算へ案内しよう。そうして掛け算に行く一行である。魔法でよ、魔王城まで行けないのか。結論から言うと無理だ。あっそ。というわけで掛け算に行きました。 1×1 から 9×9 まで一つ一つ覚えていく必要。あれ、サイドン強行サイドになった。ここからサイドン強行を操作してか。なるほど、やっぱりこの塔にはサイドン強化単独で行くんやな。わかりました。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回も見てね。 See you again.